大判 SP 版画を方書紙に刷っていきましょう。まず台が汚れないように全体に塗装用のマスカーテープをかけます。方書の裏の隅っこの方に名前を書きます。これをツルツルの面表を上にして置いておきます。インクは板の端の方に出します。ローラーに少量インクをつけたらこれを伸ばしていきます。この時ローラーを行ったり来たりさせると一箇所に固まって伸びません。ローラーを戻す時に浮かせて一方通行でインクを伸ばしていきます。横にも伸ばしてまんべんなくつけます。ローラーにインクがついたら今度は板につけていきます。中から外へ力を入れてこれも一方通行でつけます。その都度インクをつけ直しましょう。板全体にまんべんなくインクがつくように繰り返します。インクがついたら板を裏返して先ほど用意した包書の上に置きます。こうした方がずれにくく汚れにくいです。包書ごと表に返したらバレンで隅々までこすっていきます。絵がしっかり写ったら剥がします。これを乾燥棚で乾かします。版にインクをつければ何枚でもすることができます。四つ切り画用紙に貼って完成です。